最大2万円分が受け取れるマイナポイントの申し込み期限があさってに迫り、駆け込みの手続きに訪れる人が県内でも殺到しています。今月末に迫った締め切りを前に、窓口にはたくさんの人が訪れています。今日昼前の佐賀市役所です。専用の窓口を設けて対応していますが、1時間30分待ちという状況でした。で、2人分、主人と2人分持ってきたんだ。頑張って待っとこうと思って、今日はどうしても手続きしていかないと、明日はちょっと取れないから。マイナンバーカードを取得した人に最大2万円分を付与するマイナポイント第2弾。ポイントの申し込み期限があさってに迫り、佐賀市役所ではおとといから手続きに訪れる人が急増したということです。一方、受付は1日145人までという制限があり、市はスマートフォンやパソコンからの申し込み、またコンビニなどの手続きスポットを利用するよう呼びかけていますが、インターネットがちょっと弱いのでですね、でも窓口にした方が係の人もおられるものですので、やりやすいかなと思ってですね。マイナンバーカードの普及を目的に国が1兆円を超える予算をかけたマイナポイント事業、県内では第2弾開始前と比べカードの普及率は36ポイント上昇し、先月末時点で 76.4% となっています。